皆様はレインボーローズ
ジシャンヒロキ。永遠の幸せを奇跡という意味でございます。その花言葉のように、お二人の力の光は今こんなに美しく輝き始めました。幸せのきらめき。お二人のグラデーションエンジェル。祝福のコメントもらっていいですか。邪魔なって邪魔なって。もうちょっと待っといて。もうちょっと、俺もうちょっと待ってください。もうね、もうすぐ余興するんですけど。緊張します。お祝いください。おめでとうございます。これ、コメントください。余興前のコメント。めっちゃ緊張してるけど、めっちゃ楽しみー。ヒロキに。ハッピーバースデー。ヒロキ。おめでとう。おめでとう。はい、コメントお願いします。あ、おめでとうございます。今日は良き日になりますと思いますです。はい、以上ハッピーウェディング。 No, no way, no way. しゅんくん、しゅんくん、コメントお願いします。しゅんくん、コメントお願いします。おめでとう。君らの将来に乾杯だ。たくん、たくん、コメント。はい、あ、はいよ。なんか言ってて。コメントお願いします。おめでとうございました。たくん、関係ない。おめでとう。ほんまに、おめでとう。頑張って。おめでとう。あ、おめでとう。声張って、声張って、うん、英語で、英語で、英語で、コンジュラシュレーション、スピードラーニング持ってみよ。全く身になってない。はい、OK。 まさかのラフすぎるでしょ。コメント。コメント。おめでとう、ひろきくん。ありがとうございます。すごい素敵なメディングだね。コメントください。え？コメントください。おめでとうございます。コングラチュレーションです。あけこちゃん。京橋さん。あ、おめでとうございます。これ飲んでいいですか？言うね。飲みます。高橋、コメント。ここから赤まで行けんもんな。おめでとうございます。末永く。幸せ、お祈りしています。よーちゃん、お願いします。うんうんうん、ですか。おめでとうございます。一回ぐらいは遊びに行くので、お邪魔させてください。よーちゃん、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。よーちゃん、おめでとう。カリア、コングラチュレーション。カイリー、末永くお幸せに。さあ、それでは単独を通していただきたいと思いますので、いきますよ。カイリーのハッピーバースデー。
として歌を歌わせていただいていただくんですけども、皆さんも歌詞カードが配られると思いますので、それを見てみんなで合唱して2人の祝福を祝おうじゃありませんか。では聴いてください。ウルフルで万歳です。Baby!
朝まで帰さない、ヘイ一緒に踊らない、ヘイヘイヘイドボー、それ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 、これからたくさん愛の手入れます、ダンスもしっかり見てあげて、このめでたいこの日のためにムラムラの具合をチェックしよう、もろこしポンポン、君かわいいね、ボディもビンビン、君かわいいね、君かわいいね、ハッピーウェディング、カリアとカイリー絶対離さない、お前を離さない、ヘイ一緒に踊らない、ヘイヘイヘイでワオ、ベストフレンドカリアに送る、遠方より、Hiroki、Kylieの二人の結婚披露宴にご列席いただきまして本当にありがとうございました。先ほどから、
ごしくじや、それから、楽しい歌やダンスやこの場を盛り上げていただきまして、ヒロキ、カイリのこの人生の中で、楽しい、思い出に残る一日になったんじゃないかというふうに思います。改めて感謝申し上げます。さて、ヒロキの話に少し入らせていただきますが、本日はあの司会進行の中でもご紹介いただきましたように、私の仕事の都合で、小学校6年の楽しい時期に、アメリカに、連れて行きました。行ったところで、すぐミドルスクール、日本でいう中学校なんですが、言葉がわからない、授業が、内容がわからない、友達はできない、そういう苦労を、数年、させてしまいましたけど、まあその間、本人の持ち前の忍耐力や、それから、フレンドリーなその包容力や、そういうのが身について今に至ったかなというふうに思います。そして大学に入って最愛なるカイリと出会って、将来を2人で誓い合って、難しい国際結婚に至ったわけなんですが、一つだけ、親として、まあ、心配なことは私と信子と言葉が喋れない多分2人の足を引っ張るんじゃないかなと思いますけど、まあいずれできる孫と少しでも会話できるように頑張って今から、語学を学びたいと思います。無理かと思いますけど、でもあの会議とできる子供の方が言葉を覚える方がはるかに早いと思いますので、二人に期待したいと思います。さて、あの二人ともようやく仕事について、アメリカで、頑張ってくれると思うんですけど、まだまだ馴染みにもその仕事もで初めてだし、だからこうして、二人がスタートするわけですから、皆さんといろんな悩みを打ち分けたりすると思います。ぜひ、これまで同様二人が相談に乗ったら知ったき激励、またご指導いただきますようよろしくお願いします。本日は長い時間でありましたけど、二人の良きスタートの地点に皆さんがこうして駆けつけていただきまして本当にありがとうございました。今回カイリの両親がこの場に、仕事の都合で来れなかったのは、両親の方も残念だったようなんですけど、両家を代表して代わりまして、お礼に返させていただきます。どうもありがとうございました。今日はお話をお運びいただきありがとうございます。日本語も、この場にふさわしい言葉も、あまりわかりませんが、今できる十分の感謝の気持ちを伝えたいと思います。まず、本当に僕は、周りに恵まれています。今生まれてから今まで育ててもらった両親、そして親族、幼稚園に入る前から仲良くしてもらっている、家族、富田林に引っ越してからすぐに仲間の輪に入れてくれたたくさんの友達たち、今日は来れませんでしたが小学校の恩師、アメリカの生活に慣れるまで助けて、いただいた、現地の、日本人の家族の方々、アメリカから一時帰国しても温かく迎えてくれた
友達、本当に日本に戻って友達でいてくれるかとても心配でしたが、小学校の頃と何も変わらなく迎えていただいて本当に感謝しています。アメリカに移って15年も経ちます。人生を過ごす最高のパートナーに出会いました。もし時間が許すのであればまたアメリカに遊びに来てない方も、既に遊びに来た方も、いつでも遊びに来てください。ご自身がもしか、子供ができて留学でもさせたいという方は全力でホームステイでも何でも力になります。今まで皆さんも、皆さんの温かさと、今日ご出席いただいたことに本当に感謝しています。これからも皆さんにご迷惑をかけると思いますが、半人前の私たちですが、これからもよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。お開きです。おめでとうございました。それではお二人のみでお父様お母様ご退席でございます。どうぞ皆様今日一番のお家でお開きください。おめでとうございます。
behind.